ウィス、どうも。特に喋ることないんで、ちゃっちゃとやっていきたいと思います。ヨアトベ。あ、アトベさん。お前か。相変わらず元気そうだな。アトベのキャラソン の, あのチャームポイントは泣きぼくろっていう歌ね、割と好きだよ私。はい、元気だけが取り柄ですから、それにこの生活にもすっかり慣れました。お前のそういうポジティブな思考は嫌いじゃねえな。見ていても楽しいしな。私もアトベのナルシストっぷりは好きだよ。なんか微妙な褒められ方です。あまり深く考えるな。ただ慣れたからといって気を抜くなよ。分かってます。でも力もちょっとはついたんですよ。ほら力こぶ。たく色気のねえやつだな。俺がわざわざ。何？俺についてこい。何？どこに連れてく気？ちょっとやめてよ。海岸ですね。しばらくここで休憩だ。いやちょっと海はやめて、ほんとマジで。なんかサメって割と沖の方に出てくるイメージがあるけど、その私が見たサメ映画ではすごい浅瀬で少年が食われてたからね。浅瀬でもちょっと足入れるだけでも私嫌だわ。あとはこれだ。何よ。これは消毒液ですね。手に塗っておけ。豆が潰れてるぞ。豆潰れるって痛くない？本当だ。道理でヒリヒリすると思いました。アトベさんありがとうございます。普通気がつくだろう。本当だよ。あはは、そうですね。波音が心地いいですね。ああ、お前はもう少しここで俺と一緒に休憩だ。分かったね。はーい。完全に好かれてますね。アトベがまた水汲みだ。よし、アトベ手伝うよ。てかまた水汲みなんだ。水汲みですね。手伝いますよ。ああ、よし。このタンクに水を汲めばいいんですよね。ごめん、スキップしちゃった。分かってるじゃねえか。頼むぞ。はい、どんと任せてください。そう、私は水汲みのプロだから、私に任せて。さっきので最後か。はい、早いですね。アトベさん、まだ汲んでるのか。もうそろそろ時間だろ。一応汲めるところまでは汲もうと思って。ならそれが満タンになったら作業終わるぞ。中途半端は性に合わないからな。はい。お前は不安にならねえのか？不安ですか？この状況とか生活にですよね。ああ、全くならないとは言えませんが、ほとんど気にしてないくらいです。騒いだり落ち込んだりしてなんとかなる状況じゃありませんし、それなら自分にできることを一生懸命にやっていくしかないじゃないですか。ヒロイン男前だな。ああ、そうだな。もしかして心配してました？そりゃお前は女だしな。俺たちとは違う。この状況でそれはあんまり区別するところじゃないと思いますが、でも心配してくれてありがとうございます。まあ、そろそろ組み終わっただろう。そうですね。作業ご苦労様です。なんかね、ご苦労様ですって目下の人間に使う言葉なんだよね。お疲れ様ですが普通なんだよね。またアトベ、あ、水じゃないや、探索じゃない、なんか撮ってんのか。アトベさん、作業手伝いますね。お前か。じゃ、さっさとやるぞ。なんかもうこの子がついてくることが当たり前になってきてるんだよね、アトベの中で。はい、頑張りましょう。え、アトベさん
あそこにあるのはマンゴーですよ。あ、そうだな。こうやって木から取るのは新鮮な感じです。普段はスーパーで買いますからね。マトベさんはスーパーに行ったことがありますか？お前、俺をどんなやつだと思ってるんだ。それくらいはある。マトベって電車にも乗ったことないんだよね。意外です。いつですか？テニス部のみんなで買い出しに行った時だ。あいつら勝手にカゴに品物をどんどん入れやがって。だってアトビは全部買ってくれるもん。あはは、じゃあ結構重たかったでしょ。カバジはな。あ、カバジ君、荷物持ちでかわいそう。帰りは自己責任で買ったやつに荷物を持たせた。因果応報ですね。でも買い替え損にして漏らさずというが、見事に荷物の袋が破けてな。拾うのに宿泊してやがった。あはは、笑える。なんかいきなり女子高生みたいになったぞ。笑いすぎだろ。久々に大笑いしました。涙が出てきましたよ。あはは、そんなウケるこの話。たく、作業続けるぞ。この子のツボがわかんねえわ。お前はまず顔を引き締める。はい。ただ私もツボが浅いからね。なんか OVA で二郎と丸井くんが試合した時に、シシドがやればできるじゃねえかって言ったのがなんかツボに入ったわ。なんか面倒見がいいっていうかね。お前は二郎のお兄ちゃんかって思った。山側に回せる量はないな。そうですね。じゃあ合宿所に持っていきましょう。まあ。だ、好感度が。え、でもこれあと2個かな。1個かな。まだ噂してるんだ。もういらねえよ、ジャッカルは。どうでもいいよ。あ、いないわ、アトベ。何やってんだろう。悪痛は嫌だな。怖いわ。話したことないやつ。サエさん行こうか。誰だ、誰が来る。アトベだった。おい。少しお前と話したい。今いいな。今いいな。これ断ったらどうなるんだろうね。はい、どうぞ。お前は読書は好きか？好きっすよ。まあそう。漫画、あとね、漫画読まなそうだよね。いっぱい本は読みます。私はいっぱいじゃないけど本は一応読むよ。大好きですよ。いっぱい本は読みます。おお、そいつは意外だったな。ね、あはは、ですよね。同意してどうする。だが、それはなかなか関心だな。それで、どんな本を読むんだ？雑学の本が多いですね。雑学か。あれはあれで、それなりには面白いからな。役に立たないことって面白くて好きなんですよ。あ、なんか私も一時期ハマってたりしたかも。知らない方がいい雑学みたいな。5時だ。ミーティングの時間だ。では今日の探索結果の報告を始めろ。湖に行ってみたけど特に変わったものはなかったよ。森に行ってみたが野原があっただけだな。海岸線をずっと先まで行ってみたが何も見つけられなかった。こっちも異常なし。森の中を調べてみたんだけどね。海岸沿いに調べてみたが何もなかったな。俺も漁村を調べたが収穫はなかった。何もねえじゃんかよ。今日は特に何もなしか。言ってた。何もないわけじゃないですよ、アトベ君。これでアトベが何を見つけたんだって言ったら、いやそれは教えるまでもありませんよって言うんでしょ、キテ君。 BGM が不穏だし。何か見つけたのか。こんなところで発表してもいいんですか？どういう意味だ？お、心当たりありありって顔してるさ。
茶化すんじゃねえ。何か見つけたんだったらちゃんと報告しろ。まあ報告するほどのことではないでしょう。ふざけてるのかお前らは。いえ、まだその時期ではないということです。ちっ、勝手にしろ。ええ、そうさせてもらいますよ、アトベ君。でもね、あいつら今んとこ結構邪魔しかしてない嫌なやつみたいな感じで思う人いるかもしれないけど、でもね、物語が進む上でああいうムカつくキャラってね、一人くらいいた方がいいんだよね。しかもアトベいないし、話しかけたことないやつ。でも比嘉中は私がお気に入りだから最初の方でも言ったけど、好きなものを後回しにするタイプなんだよね。戦国、あ、そうだ、戦国行こうか。じゃあ、よ、何見てるんですか。え、ああ、これラピスラズリだよ。俺の誕生石なんだ。幸運の石ですね。へえ、知ってるんだ。それは有名ですから。この石は俺にいろいろな幸運を運んでくれるんだよ。効果あるんですね。もちろん、たった今だってその効果が発揮されたよ。え、何がですか。可愛い女の子が連れたって思ってんだろ。君みたいに可愛い子もこうやっておしゃべりができてるじゃないかこれはラッキーだよ。あはは、ちょっと引いてるでしょ。悪いとこじゃないんだけどな。ま、いっか。出た、テニスの話題。プレイスタイルのこと？それだったら俺はオールラウンダーだよ。別に言う必要はないんだけど、オールラウンダーがオラウンダに見えた。万能ってことですか？うん、一応は一通りこなせるからね。何かこれなら負けないっていう得意技、戦国さんなら持ってそうな気がするんですけど。うん、持ってるよ。何何？動体視力。あ、そう。うん、どんなスピードボールでも俺にはコマ送りみたいに見えるんだ。本当かよ。どんなに速いボールでも打ち返せるってことは無敵ですね。それがね、体力がそれについてこない時があってね見えてても対応できないってことですか。そうなんだよ。だからもっと鍛えないとね。頑張ってくださいね、戦国さん。アトベいるかな。いたいた。よ。あ、お前か。昼にアトベさんが練習してるところを見ましたよ。俺様のビキニ酔いだって叫んでました。かっこよかった。叫ぶなよ。はい、アトベさんがテニスをしてるときってかっこいいです。いつもより顔が真剣なんですよ。別に普段と変わらねえだろう。微妙に違うんですけど、うまく言えないです。お前、そんなに俺のこと見てるのか。そうかな、なんか目が行くんです。アトベさんは目立ちますしね。うん、おい、近づくな、びっくったと今。ほう、アップで見られてください。あ、笑った。悪くない反応だぜ。いいね、これ。ちょっとときめきを感じてしまった。しっかりしろ。中学生相手に。ときめくんじゃない、私。それはどうも。この顔可愛くない？ちょっとこれサムネ用にしよっかと。めっちゃニコニコしてる。アトベ、このアトベ珍しくない？気分がいいから、お前に今度テニス教えてやるよ。私もテニスやろうと思ったことはあるんだよね、小学校の時に。でも、ラケットが割と重いんだよね。はい。いやー、さっきの笑った顔めっちゃ可愛かったな。笑うと中学生らしいんだけど。アトベ困ってる。なになに、管理小屋じゃねえかよ。なになに、どうしたの。アトベさん、どこ行くんですか。テニスボールが藪の中に入っちまったからな。
探しに行く。はい、こんな夜遅くに。川尻には別の用を言いつけてある。こんな夜遅くにテニスしてんじゃねえよ。私が川尻くんの代わりやります。うっす。バカ。形から入りゃいいってもんじゃねえ。ま、手伝うってんなら好きにしろ。はーい、勝手にするぜ。この辺りですか。なあ、そうだ。お前はこの辺りを探せ。俺はあっちの方を探してみる。わかりました。さて、この辺りかな。見当たらないな。ここじゃないみたい。どうだ、あったか。まだ見つかりません。てか右下にずっとテニスボール生えてる、跳ねてるけど。そうか、こっちもだ。あ、ちょっと待ってください。ありましたよ。そうか、今そっちへ行く。あれ、でも、なになに。あ、どうかしたか。あ、いえ、1個じゃなくて2個ありました。大方他の誰かがなくしたボールだろう。一緒に回収しておけ。はーい。待て。何？え？なんすか。出たこれ。クじゃねえよ。キャー。こ。アドベさん。お前噛まれてねえな。自分の心配しろ。そうじゃなくて、噛まれたのはアトベさんです。早く。ん？これさ、背景がさ、なんでキラキラしてんの？この状況で。この BGM にこの背景で面白いわ。ときめき感じてんじゃねえよ、この状況で。さっきの笑顔とこっち、どっちサムにしよっかな。おい。プッ、じっとしててください。毒を吸い出しますから。バカ、お前もう一回よせ。お前口の中怪我してんだろ、どうする気だ。プッ、笑ってるみたい。お前無茶するんじゃねえ。大丈夫です、口の中怪我もしてませんし、虫歯もありませんから。ほら、水やるから早くうがいしろ。あ、はい、早く腕を縛らないと。分かってる、慌てるな。だいたい今の蛇は山かがしだ。山かがしの毒は奥歯にある。どうやって知ってるんだろうね。よっぽど深く噛まれないと毒は注入されねえ。よかったね。でも万が一ってこともあります。さあ、肩貸しますからロッジまで戻りましょう。これもし私がアトベだったら、もう惚れてるな、このヒロインに。男前すぎるわ。必要ね。あ、私じゃない。自分の足で歩ける。ダメです、安静にしないと毒が回ります。ち、確かに万が一のこともあるから。分かった、お前の肩を借りるぞ。はい。弱ってる。珍しい。笑うシーンじゃないよ。ごめんごめんごめんね、あとで笑って。気分はどうですか。あまり良くねえ。少しは毒をもらっちまったか。とは言っても、これなんて言うんだろう。あんまり心配そうな顔すんな。大丈夫だ。こんなことで俺様がどうにかなると思ってんのか。熱くないのかな。でも少し休めば楽になる。とかよ。よし。ああ、カバジ戻ったか。よし。うん、そうか。あいつらそんなこと言ってやがったのか。ここからじゃカバジ君の声聞こえないな。おい。はい。お前はもういい。あとはカバジに見てもらう。ひどいよ。え、でもいいから休んどけ。すまなかったな。いえ、私こそ助けてもらってお礼言うのをすっかり忘れてました。
ありがとうございました。気にすんな、お互い様ってことだ。そしてこののんきな BGM である。あれ元気じゃん。具合どう後で。お前か。大丈夫だ。少し気分が悪くなったが、もうなんともね。よかった。噛まれたのは山かがしだし、お前の処置が良かったんだろうな。礼を譲る。いえ、もうあの時は夢中で。しかし、お前も無茶をするな。そうですか。ああ、だが、そのおかげで助かったんだから、あまりきつくは言えねえがな。体調が戻ったのなら、明日のミーティングには出られますよね。そのことなんだが。はい、何ですか。俺はしばらく体調不良の芝居を続ける。え、どうも東の奴らが気になる。あいつら俺のことを変な風に勘ぐってやがるみたいだ。ああ、そうでしたね。でもそのことと芝居にどんな関係が。俺が何かを企んでると誤解してるんなら、俺が表に出なきゃいい。逆効果なんじゃないかな。そうすりゃあいつらも変な勘ぐりはやめるだろう。それはそうかもしれませんけど、逆に刺激しちゃう可能性もありますよ。それはそれでしょうがねえ。このままの状態じゃあいつら何をしでかすかわからねえしな。こちらが先に行動を起こすことで主導権を握らねえと、あいつらに振り回されっぱなしになる。アトベさんって他の人に主導権取られるのが気に食わないですね。はっきり言うな、お前は。すいません。目が笑ってるぞ。あははじゃねえよ。ち、まあ確かに、お前の言う通りだ。うん。このままじゃ、あいつらにかき回されっぱなしだからな。何か考えがあるんですか？お前にも手伝ってもらうぞ。私に？ああ。カバジだけじゃ手が足りねえ。お前にも、ヒガ中の動向を探ってもらう。わかりました。私でできることなら。ああ、すまんな。頼む。なになになに、怖い怖い怖い、やめて、近づかないで。この演出何なの。この状況で具合大丈夫なの。後でね、よくそんなことできる体力残ってんね。超上がった。みんなもう知ってると思うけど、アトベが毒蛇に噛まれて重体になっている。今回の緊急ミーティングはそのことで集まってもらった。はい。アトベ大丈夫かな。全然心配 してないでしょこいつ。幸い命に別状はないらしいが、まだ動ける状態じゃない。しばらくは俺が代理で海側のリーダーを務めさせてもらうよ。雪村しかいないよね。了解です。わかった。まあ順当でしょうね。おいおい、しかし何なんだあいつら。聞こえますよ、シシロさん。もう遅いさ。聞こえてるっての。シシドさん、シシドさん。要するに俺は雪村くんならアトベくんよりはずっとマシと言っているんですよ。あれ、キテって一人称私じゃなかったっけ。アトベくんの指示ではこの先一体どうなることやら。ちょっとキテさん、言い方というものが。先に余計なことを言ったのはそちらでしょう。そうだそうだ、静かに。はい。アトベが大変な時に余計なトラブルは避けたい。来て、君たちも挑発するような言動はやめてほしい。大人だな。先に挑発したのはそっちだろうよ。話を大きくしたのは君たちだ。そこまで過敏に反応する必要はないだろう。分かってないな。本土の人間に舐められるわけにはいかないわけさ。
そんな対抗心で場を茶化すのはやめてほしいな。俺たちはそんなことで区別はしていない。そうかよ。目が氷のようだよ、雪村くん。その辺にしましょう、平子場くん。お、雪村には逆らってはいけないと察したようですね、キテ君。わかったさ、エイシロウ。とにかく、こんな状態だ。全員のさらなる団結をお願いするよ。なんだろう、食堂の方が騒がしいような。ごめん、ちょっと時間を見ていいですか。時間が結構いいぐらいの時間だから、ごめん。すごいいいところでおしまいです、今日は。じゃあ次回も絶対見てくれよな。じゃあさよなら。